日本経済史3、安定成長とバブル景気。はい、どうも、ミニ池先生です。さあ、今回は日本経済史パート3、安定成長からバブル経済の流れを見ていきたいと思います。さあ、高度経済成長ですが、神武景気、岩戸景気、オリンピック景気、イザナギ景気と内容も含めてしっかり復習しておいてください。この高度経済成長は、高い貯蓄率と間接金融で民間設備投資が拡大したことが原因になっています。プラスアルファ、安い原油と1ドル360円という為替安も追い風になるんです。さあ、高度経済成長が終焉した後の内閣はこんな感じです。その後、バブル経済の内閣はこんな感じです。政治史からしっかり復習しておいてください。1974年から1985年ですね。安定成長期と呼ばれる時代です。高度経済成長までしっかり勉強できても、その後安定成長だよというところを忘れがちな人が多いです。しっかりとここは押さえておいてくださいね。1972年、田中角栄内閣総理大臣が日本列島改造論という著書を書きます。地方を工業化することで流出した人口を呼び戻そうと、そこと東京を高速交通網でつなごうという政策です。過疎と過密を両方同時に解決しつつ、地方を活性化できると考えました。国土庁を新設、具体的な実行がスタートしていくわけです。地方の整備が進み、地方の土地が上がっていくだろうと予想した投資家たちが、土地に対して投機的に投資をしていきます。土地投機ブームが発生、地方の地価が暴騰していくんですね。さらに同時期に中東のイスラエル・パレスチナ問題によって第4次中東戦争が起きています。アラブ諸国が石油戦略を取ったことから第1次石油危機が発生。発展途上国は、そうか、俺たちの資源は先進国と戦う武器になるんだとして、1974年国連資源特別総会で2A を新国際経済秩序樹立宣言を出します。資源ナショナリズムという考え方ですね。第1次石油危機が1973年、第4次中東戦争を背景にアラブ諸国が石油減産と禁輸措置を発表。日本国内が石油不足に陥り、トイレットペーパーがなくなるとの噂が流れ、燃料不足のコストプッシュインフレが発生するわけです。これに加えて高度経済成長が終焉し、不況が訪れます。経済は地方の地価が暴騰したのに加えて石油危機が発生しているので、狂乱物価になり、不況になったことによって1974年、戦後初のマイナス成長になります。インフレと不況が混ざった日本はスタグフレーションの状態に陥ってしまったわけです。イザナギ景気からの第一次石油危機で高度経済成長の終焉です。これを受けて1975年の赤字国債の比率も増大しています。これは1973年のオイルショックによるものですよ。世界経済に目を向けていくと、スミソニアン協定によって固定為替相場制が維持されたけど、もう無理だということで金ドル本位制が崩壊。IMF ガット体制がこれにて終焉。1973年変動為替相場制へ移行し、管理通貨制度が導入されていきます。各国の中央銀行が各自の判断で通貨を発行できる、いわゆる不換紙幣というものが世界で出回っていくわけですね。その3年後、1976年のキングストン合意で変動為替相場制が正式承認され、金の代わりに SDR が基礎になることが決まりました。 SDR のレートは主要4大通貨ドル、円、ユーロ、ポンドの価値平均に連動するという形、これを通貨バスケットと言いました。今まで価値のあった金の公定価格を廃止し、需要と供給によって成り立つ値段設定になります。はい、ということで1974年、第一次石油危機によってマイナス成長になっていったということ、そこから日本は安定成長期に入ります。なぜなら産業構造が高度化した。ペティ・クラークの法則とも言いますが、第一次産業から第二次産業へ、第二次産業から第三次産業にシフトチェンジしていくということです。1980年代には知識集約型産業、サービス業、金融業が日本の産業の中心になっていきます。産業構造の高度化はファクトリーオートメーション革命といって、工業機械、ロボット化で工場で働く労働者が大幅に少なくなり合理化されたり、オフィスオートメーション革命、通信技術とコンピュータが結びついて事務処理の合理化が図られたり、セールスオートメーション革命、ポスシステムって言って販売時点情報管理システムの導入が小売業の合理化をもたらしたりということで、完全に日本の産業のレベルが上がります。1984年までは比較的安定して成長しているということですね。1985年のプラザ合意によってまた成長が鈍化しますけどね。第一次石油危機を受けて、エネルギー多消費型産業から省エネ化、省資源化が進み、日本の技術力すごいですからね。この時に省エネのエアコンとか家電がたくさん作られていきます。トヨタ自動車はこの時からプリウスの開発をしていったという話もあります。
産業もサービス業や知識集約型産業と言われる精密機械や電気機械、自動車、エレクトロニクスなどこういった産業の伸びが著しくなります。経済のソフト化、サービス化が図られていきます。安定成長期に経済のソフト化、サービス化、重厚長大から軽薄短小へと言ったりもしますからね。安定成長期を終えてプラザ合意からのバブル景気です。当時のアメリカはレーガノミクスが一貫性がなく財政赤字になり、アメリカドルは基軸通貨の名残で未だドル高状況だった。アメリカは財政赤字と貿易赤字という双子の赤字を抱えている状況でした。高度経済成長後も安定成長を遂げていた日本が虎視眈々と世界1位の座を狙っている。そんな中、1980年代に日本の自動車の対米輸出が急増していった。アメリカの自動車産業は大打撃を受けていたため、ジャパンバッシングって言ってね、日本車の叩き壊し運動っていうのが起きるんです。実際にこの写真は全米自動車労働組合の人がボッコボコに日本車を壊している様子ですね。レーガン大統領も、日本よ、日米貿易摩擦が行き過ぎだ、まずは自動車の輸出を自ら規制せなあかんのちゃうと言ってくるわけです。当時の内閣総理大臣鈴木善幸はこれを受け入れ、日本が自動車輸出実質規制を行います。1981年ですね。さらにレーガンは、双子の赤字を抱えているのもドルの価値が高いからだというわけです。1985年、プラザに集まれ、プラザ合意がなされます。5カ国増床会議が開かれ、円高ドル安への誘導が決定。 G5 の中央銀行の市場介入が決定します。ドルを売って円を買い、ドルを売って FRB も円を買ったわけです。市場介入ですね。円が欲しいとなると、外国為替市場には円が少なくなり円高、ドルが溢れドル安となっていきますよね。1ドル230円前後だったレートが1年ほどで1ドル150円前後に円高になっていく。1ドル150円、今までは230円も払わないといけなかったのに、150円しか払わなくてよくなる。円の価値が高いので少ししか払わなくていい、円高ですよね。円の価値が高いので少ししか払わなくていいというメリットがありますが、円の価値が高いので日本のものも高くなってしまう。これが円高のデメリットでした。行き過ぎた円高が続いたので、1987年にルーブル合意。パリのルーブル宮殿で開催された G7 の会議です。この時には G7 ですよ。ドル高修正へ協調強化、朝日新聞から。1985年のプラザ合意によって始まったドル安に歯止めをかけるために合意されたんだけど、各国の協調が非常に不十分で、ドル下落は継続していきます。結果的にこのプラザ合意からの1986年から91年バブル景気なんです。安定成長の後バブル景気ですよ。実際に1985年プラザ合意から日本は円高不況に陥りました。円の価値が高いということは物が売れなくなったということでしょ。アメリカ産の機嫌が良くなったものの、俺たちがやばいじゃないか、よし肯定不愛操作だ、金利を 5% から 2.5% に下げたんです。金融緩和でしたね。2.5% の利率で銀行が借りやすいとなったんで、借りやすくなった銀行はさらに民間にお金を貸していった。民間への通貨量が増加し、日本はプラザ合意からの円高不況からのバブル経済に突入していくわけです。バブル経済の要因は、肯定不安操作による金利の引き下げはもちろん、五層先端方式によって市中銀行が見境なく融資を拡大したということ。さらにこの融資が拡大されたことによって、株や土地への資金流入が起き、価格がうなぎ上りに上昇したんですよね。金利が下がったことによって資金がダブつく。そうすると住宅、土地、マンション、ビルなどの不動産、株などを購入する人が増加する。その価格が上がっていくと、さらに資産効果ということでたくさんお金を使っていくんですよね。バブル景気に突入です。バブル景気とその後少しの期間、1990年から1993年は赤字国債の発行がなかったという点も押さえておいてくださいね。ちょっと景気が過熱しすぎたから日銀が、やばい肯定不安操作だ、金利を 2.5% から元よりちょっと高い 6% へ。肯定不安操作による金利を引き上げたことによって金融引き締め政策になり、市中銀行はお金を借りにくくなった。市場に流れる通貨量が減少。加えて政府が不動産融資規制を行い、不動産を購入する場合銀行からの融資を規制するとなったんです。加えて地価税が導入されたんでしょ。土地を持ってる人に税金が課せられる。そうなったらみんな売るよね。バブル破裂の危険を避けるには頂点の手前で売り抜ける、これが鉄則なのですって言ってるよね。こういった規制が行われるなら今の間に売っちゃえ
ってみんな株券売るし、みんな土地売るし、みんなが売りたいと思ったらその価格は下落していく、バブル崩壊ということですよね。1985年のプラザ合意からの円高不況からの公定歩合操作による金利の引き下げ、五層船団方式による地中銀行への見境ない融資拡大、株や土地への資金流入による価格の上昇によってバブル経済が発生、公定歩合操作による金利の引き上げ、不動産融資規制、地価税の導入によってバブルの崩壊ということになるわけです。以上、安定成長とバブル景気について見ました。高度経済成長の後ですからね、しっかりと復習をしておいてください。今日はここまで。